じゃあ最後、はい、ここからライティングレンダリング、はい、そこに入って前の方ですかね。はい、そうですね。一旦そうですね、ライティングチェックのために、AI スタンダードですね。アーノルドだと基本的に AI スタンダードっていうマテリアル一つだけ使ってれば、正直ほぼ全部いけると、いけます。で、AI スタンダードサーフェイスですね、うん、まあ、これが基本のマテリアル、はい、これにもテクスチャ貼っていく形になるんですけど、まあライティング、そのテクスチャ入れた後のライティングするとちょっとやっぱ、うん、重くなっちゃうんで、はい、基本的にライティング最初にグレーでやってから、うん、まあ、最後にちょっと微調整するぐらいが多いのかなという感じで、これですね、これ入れて、まあちょっと 0.5 で 0.5 のグレーと、まあ、ちょっとぼかした感じにして、まあ、まずは全部これのマテリアルにしちゃって、はい、はい、で、スカイドーム置きます。置き直した方がいいか。まあ、まず当然なんですけど、この真っ暗なシーンから始めます。うん、まあ、今ライトがない。まあ、ライトないんで、もう連打してもこういう、うん、ててはい、感じです。はい、で、まあ、これに、ライト置いていくんですけど、はい、まあ、ここのライトにあるフィジカルスカイ、うん、まあ、まあ、とりあえず一旦これで連打してみます。まあなんか光が入ってきてる感じはすると思うんですけど、うん、ましたね、はい、なんか光入ってますよね、うん、で、ちょっと暗いというか、なんか夕方っぽい、うん、夕方っぽいですね。だから変えてくるんだ、ここから。そうですね、ここから変えていきます、うん、このカラーのところですね。で、ここの、エレベーションですかね、うん、アジマスかな、うん、ちょっと読み方がないですけど、ここの角度で基本的にその時間帯を変えれるんで、ああ、なるほど。はい、ここをこう、ちょっと動かしながら、どう動く、完全にこれ90だと夜になっちゃうんですよね、うん、そうか、じゃあどこの角度が、そうですね、一番ちょっと、はい、こうやって見たい入ってきて、でこっちもちょっとこう動かして、なるほど、あ、だんだんなんか近くなってきましたね、なんか近いなって、うん、でまあちょっと暗いなと思って、うん、おおにして、思い切って20ぐらいすごいねうん、でまあ正直これぐらいで、うん、いい感じですよね、はい、いいんで、でまあもうちょっとこう微調整とかあると思うんですけど、はい、まあこれでいいなと思ったら、テクスチャー入れていって、入れてもう一回でもう一回ポチッとして、なるほどね。